こんにちは。NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。いかがお過ごしですか？今日はね、量子力学、量子物理学、パラレルワールドをテーマにした対談の第2弾です。あ、心配しないでください。この第2弾から見ても全然話はわかります。こう、続きものになってて5回シリーズなんですけども、それぞれ単独で見ていただけるように編集しています。今日のね、テーマはね、ちょっと興味深い人いるかもしれませんね。夫婦問題。離婚まで考えていたすれ違い夫婦。このご夫婦がね、どのようにして再び寄りを戻していい関係になったのか。これをね、パラレルワールド。ひいてはゼロポイントフィールド。そして量子物理学を用いて大ちゃん先生に説明していただきました。私は量子物理学を知らないよっていうような人の代表として、インタビュアーを務めました。ぜひ見てみてください。途中で、ね、大ちゃん先生がご自身の夫婦喧嘩、の例をちょっと喋ってるんだけども、めちゃめちゃリアルなんですよ。それが面白すぎる。あとね、スカスカ。っていう言葉が何回出てくるか数えながら見ていただくのも楽しいかもしれません。じゃあどうぞ、いってらっしゃい。これめっちゃみんな聞きたいと思うんですよ。もうこの本読んだ人も聞きたいと思うんですけど、人生で何か悩みがあったり、解決できないような問題、特に人間関係のこじれとか、もう職場が辛いとかね、そういうのがある人ってね、自分が望む理想のパラレルワールドにピャっていけたらいいなって考えるわけやん。そういう願望も含め、パラレルワールドっていう言葉がすごくこう、なんだろう、生きる希望になってる、なってる人いると思うのね。で、まあ、うちにもよく来る質問なんですけどね。まあ、結局、伝えてることって一緒じゃないですか。ね、こう自分から出すものが変わると、そうね。その強さとエネルギーの高さによって、場が影響されたり、で、近くにいる人はね、当然その周波数の影響を受けるんで、いい波の影響を受ける人が増えると、まあ、結果的に自分が和やかだったら、和やかな場合になるし、もうこれがまあ、続いていくと、継続していくと、結果的に未来が変わるっていうことになりますよっていうね。これがまさに、言いたいことやんか。そやねんけど、そう。そんな中でね、うちによく来る質問がね、ちょうどね、大ちゃん先生のこの本にね、まだ持ってない人は、この本をぜひ、お取り寄せください。97ページ、ここちょっとだけ読ませてもらいます。あるご夫妻がおられて、同じ空間で生活しながら、すごく、まあ、仲が悪いというか、離婚まで考えておられるのね。で、どういうことかというと、倦怠期のちょっとひどいような感じでね、共働きなんだけれども、奥さんの方がすごく仕事が一生懸命なんだよね。で、男社会でずっと生きてらっしゃるから、女性やのに、頑張ってはるから、男に負けちゃいけないみたいなのがすごく強くて、で、負けるもんかっていう、まさにそういうフォトンを、雰囲気出しながら24時間頑張っておられて、で、一方、ご主人の方は違うんだよね。なんていうかな、奥さんと分かり合えないみたいな感じなのかな。で、ちょっと諦めも入ってる。その夫婦生活というか、和やかな家庭。家の中があったかくて和気あいあいとしてる。それをもう諦めてはる感じだよね。で、まあ、何言っても無駄やわ。もう好きにしたらいいんちゃうの、もう頑張りさ、みたいな、その応援の気持ちじゃなく、ちょっとこう、突き放してる。つまり、二人は同じ空間で一緒に同居してるんだけど、出してる、まさに周波数が違うんだよね。で、何が言いたいかっていうとね、何かの願望を実現したいなっていう人には、大きく分けて二種類あると思っていてね。一種類は、
それこそだからスポーツのあの大会で新記録出したいんです、うん、マラソンでとか、うん、あとは英語トーイックでいい点取りたいとか、うん、大学受験合格したいと、これね、この人一人の努力で頑張れること、でも今この大田先生の本に出てきてる人たちってね、うん、相手が変わってくれれば幸せになれるっていうパターンや、はいはいはい、なんで、大ちゃん先生的説明だと、二、うん、人が出してる、その周波数が、うん、奥さんの方は、男に負けたくない、うん、頑張る、24時間戦う、みたいな周波数、うん。で、ご主人はその奥さんを見ながら、若干突き放してて、うん、もう、分かり合えへんわ、この人、うん、みたいな周波数、うん。この周波数がずれている。うん。うん、で、大ちゃん先生との出会いとかがきっかけで、うん、本を読まれたりして、こう先に奥さんの方が気づくんだよね。うん、我々二人は仲良くしたいと思ってんのに長年無理、うん、その理由は出してる周波数がちゃうと、うん、ずれとると、うん、もうそもそも共振共鳴するわけないやんって気づくわけですよね、うん、ほんでご主人も奥さんがそれ気づき出すとちょっと変わってきはって、うんうんうん、ほんである時奥さんが量子力学ってすごいよ、この本面白いよって、どうせ読んでもらわれへんやろなぐらいの感じで、あまり期待もせず、うん、大ちゃん先生の前の本をね、うん、多分渡したんだね。ほんならご主人はなんと読んでくれて、ね、大ちゃん先生のセミナーまで、うん、東京まで来たんだよ ね。ほんでそこで二人はこのパラレルワールドのことを多分理解されて、ほんでようやく波動共鳴しようかっていうふうにお互いが同じ方向を向いたのよね。その結果、うん、すごく円満に出会えた。っていう ね、こういう素敵なエピソード、実話が載ってるんだけど、これみんなね、案外求めてるけど、難しいって思ってる。ほんで、世の中でよく出てるのがね、過去と他人は変えられない。変えれるのは自分と未来だけみたいなね。もうこのセリフを聞いたら、うん、もう自分が努力するしかないじゃん。だけど相手は変わってくれないじゃん。もうどうしたらいいですか、っていうこの迷路の行き止まりにね、言ってる人結構いると思うね。これね、どう理解したらいい？それぞれ奥さんと旦那さんが別、もう奥さん妻にはついていけないとね、旦那さん全然ダメじゃんみたいな、私が頑張るしかないみたいなエネルギーで明らかにこうずれてるんだけど、うん、で、じゃあ噛み合わないからもう別れるかと言ったら、この奥さんの側の幅も旦那さんの側の幅も広がらないので、自分の人生レベルが変わらないので、成長がないまま同じ過ちをそれぞれ繰り返してしまうので、それはそれで別にね、言い悪いではなく、幅っていうのはこう、噛み合う余地がないっていう感じ、かもしれない、で、それぞれに別に言い悪いはないので、そのまま人生を80年100年で終わりにしてもいいし、もう多分葛藤があったり苦しかったりするので、この素粒子、フォトンっていう素粒子なんですけど、素粒子を生み出すもっと奥の側のゼロポイントフィールドってエネルギーバーがあって、そっち側が私たち本体で、この日常の噛み合わないところがそこから現れてた結果で、で、こっち側の根底側でつながり側があるよっていうところを知った上での日常の噛み合わないは、そらあるわなと。で、そっち側が知った上で日常の噛み合わないがあると、ある意味時折喧嘩もするし、仲良くもいられるし、でもこっち側の根底側を知らない上で、このずれてるって見ると、この、それぞれ嫌いとかなってっちゃうんで、例えば、水と氷って、水は動いて、まあ、30度でも60度でも水で、で、氷は0度以下で、硬くて冷たくって、で、それぞれ違うじゃん、お互いお前違うじゃん、硬いじゃん、緩いじゃんとかね、ぬるいじゃん、カチンコチンじゃんみたいにこう、喧嘩し合うけど、どっちも、あ、私たち H2O だよねってこう、わかると、H2O で時折冷たい硬い、こっちは緩いぬるいみたいな、あるけど、お互い H2O だよねってわかった上で日常を生活するのか、知らないでこいつ全然意見合わない、ダメだ、別れるみたいにやるのかっていうのが、自分たちが H2O って知ってれば許せるところもあるみたいな。
ふうに奥底を知っていれば、まあそういうこともあるよねってこう慣れて、そうするとそれぞれの幅がこう広がって、で自分のレベルが上がるような感じ、まあ器が大きくなるっていうふうになってくるから、それがゼロポイントフィールド側を知ると。でゼロポイントフィールド側を知るっていうのはどういうことかっていうと、例えばペットを抱っこして、あ可愛いねって思うとか、通り過ぎるねベビーカーの中にいる赤ちゃんとふっと目が合いましたと、あ可愛いってなったら、なんか赤ちゃんと一体化しちゃうみたいな、とか花屋さんの前とってお花を見てふわって、あいい香りってお花と一緒になるみたいな、いう風な感覚を、まあ結婚当初のね彼女奥さんとはそういう感覚持ってたかもしれないけど、うん、日常でねイライラが溜まってくると一緒の部屋にいたくないみたいな風になっちゃう、うん、でそこがこのペットが可愛い、赤ちゃんが可愛いっていう側を自分が忘れちゃってるだけで、そもそものこうつながり合いがあるので、うちもやっぱり妻とね好きで結婚したんだけど、だんだんこうお互いに主張が合わなくなってきて、で一緒にいたくないみたいな時期もあって、で一時期ね別々の生活もあったんだけど、今本当にその根底側、お互いに守るとか大切にするっていうのが理解できた上で一緒にいるので、ほぼほぼまあ喧嘩はしなくて、お互いにこう言ったら、あそうなんだね、で向こうがこう言ったら、あそうなんだねっていう風に理解し合うっていう風になれたから、この周波数違うじゃんっていうのは H2O であることを忘れちゃってるみたいに、ゼロポイントフィールドであることを忘れちゃっていて、見た目だけでぶつかり合ってるので、この周波数が違うから別れる、もう体とか心が辛すぎたらやむを得ないんだけど、奥底のつながり合いを気づいてねっていうメッセージで一回こう違うっていうのをこう見せつけてくれてるんじゃないかなって思うですね。なるほど。で、根底側を知るといろんな人たちの背景も、まあそんだけ大変だったからこう言ってくるんだねとか、で向こうに対しても素直にこちら側が周波数で謝ることもできるし、口面ではなくて、口面で謝ってもね、またそれ口だけでしょみたいな、こう。あるよね。あるです。あるよね。だから、あ、そっか、申し訳ないっていう響きが出れば、向こうも、もう、いい加減にしてよね、みたいな感じですってこう、済む。ほら、済まないイコール、こちら側の。いい加減にしてよね、です。すっと済む、本当に。こちらがね、その、本当のお詫びの周波数になれば、すって済むじゃない。だけど、こちらが、分かって、じゃあ謝ればいいでしょ、ごめんね、みたいな感じだと、終わんないじゃん。終わんないけどさ。リアルすぎる。まあ、本当にこう、周波数が、自分の幅が広がるよ。俺は一方的な目線でね、じゃあ謝るよみたいな感じだと終わんないし。わかりました。ね、そやけど、だけど、多分これを聞いた人は、この疑問が出るよ。私と私の主人が、根底のゼロポイントフィールド側で同じなんだっていう気持ちを感じることができません。もしくは、そうや、もしくは全員同じなんですか、うん、っていう、この二つの質問が多分出ます。これは大ちゃん説やとどうなの？自分はもう理系なので、体が全部原子でできてて、はい、原子ってもうめちゃめちゃスカスカで、で、核、原子核があって、電子わーってあって、で、地球に、東京ドームがあるみたいなのが原子と原子核で、東京ドームの中に野球ボールが落ちてるのが陽子中性子みたいな感じに、地球規模に野球ボールがあるぐらいな感じ、ぐらいもうスカスカで、が、この、ヨコさんの体もスッカスカ、私の体もスッカスカ。で、この、ボールとか地球を私って思っちゃうけど、スカスカの方が多いので、スカスカが私って見ると、いいですか皆さん。スカスカが私って見たら、皆さんイメージしてくださいね。地球があって、ボールが落ちて、地球全部が空っぽで、で、ボールが落ちてます。で、普通は、地球とかボールを私って思っちゃうんだけど、もうスカスカだらけなので、スカスカが私ですと。
思うと、このスカスカと旦那さんのスカスカは同じスカスカで繋がり合ってて、ボールが私、地球が私ってみると、旦那さんのボールと私のボールは違うと。なるけど、スカスカだらけなので、スカスカが私って思ったら、このスカスカは、旦那さんのスカスカと通り抜けて、お尻のね、下のソファーのスカスカと通り抜けて、地球のスカスカとも全部こう、通り抜けてるので、スカスカが私ってなったら、全部が私になっちゃうっていう。っていう風に、自分の視座っていうんですけど、視力の視に座禅の座、視座を高めてあげて、スカスカ側が私なんだってこう、見てあげたら、相手も、私も、犬も、パソコンも、空気も、全部、スカスカなので、スカスカが私だから、全部私になるっていう。ここの体のね、中だけのスカスカが私のスカスカで、この体のね、中だけのスカスカは陽子さんのスカスカで、でも、このスカスカもこのスカスカも全部一緒なの。って見てあげると、全部一緒だと。いうのを、だん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 こう理解していくと、うん、あ、私そっちかもって。うん、ね、例えば、この水がね、H2O って誰も肉眼で見たことないのよ。で、信じなさいってもんでもなくって、実験で見ていくと、確かに、このね、100何度でこう、O と H がこう繋がっててみたいにこう、わかると。で、それを学校で習ってるので、これは分子の集まりだってわかるみたいに、私たちが原子があってスカスカですと。で、あ、スカスカなんだなと。で、私のスカスカ、子供のスカスカ、旦那さんのスカスカは全部一緒なんだなっていうのを、だん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 こう、馴染んでくると、イラってきた時も、私はスカスカ、私はスカスカみたいな感じにしてあげると、あ、パパもスカスカ一緒だみたいな感じになってくると、落ち着いてくるじゃないかなって。そうすると、お、いい動画だなと思ってくださった方は、ぜひ、この下のチャンネル登録っていうボタンをクリックしといてください。すべて一つなので、お釈迦様が言いたい領域、すべて一つですよって。で、そういう人が地球上に増えてくれば、争いもなくなるし、自分は相手とは違うから、私なんかいちゃいけないんだとかって思わなくても済んで、そうすると自己否定もなくなり、病気もね、自分ダメだっていう周波数で細胞を揺らせば、細胞がそういう周波数になってくるので、ご病気になる可能性もあるし、そうすると、自分が全てなんだな、自分は全存在とつながりあって、そこからこう生かされてるんだなっていうのが考え方が増えてくれば、細胞振動も本来のね、スカスカ側に宇宙生命のエネルギーが流れてるんだけど、そこのエネルギー側だったんだなってこう気づいてくると、病気もだんだんこう減ってきて、そうすると病院もいらなくなるし、まあ養護施設もいらなくなるし、でね、戦争もなくなってくるし、武器もいらなくなってくるし、という風になってくるので、私はもうスカスカってこうね思ってもらえれば、うん、それも練習だね。テストで分子原子を習った、原子核を習ったみたいな感じに、習って、あ、そういうもんだなんだなってこう、なってくるみたいに、私たちはそもそもスカスカで、全部周りのスカスカと一緒。いいの覚えてください。信じなさいじゃなくて覚えてください。信じるものじゃなくてもスカスカなので、それは事実なので。ということは、深い深いゼロポイントフィールドの方で、もう、分け隔てもないし、境目もないし、全部同じ材料でできてて。そう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 。結局一体じゃん。この大宇宙と自分って一緒じゃん。あ、そう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 。というところに行くと、うん、そもそも我々二人夫婦は価値観が合わないとか、うん、生き方が合わないとか、うん、そのレベルで、深刻に。うん。なる必要はないというか。うん。行き止まりみたいに感じる必要がなく、うん、そこからまた、次が展開していくよという。うんうん、そうね、そうね。うん、うん、うん。これ、究極の理想の形ですね。そうね、うん。うん。まあ、本当に、新時代の次世代の平和な考え方というか、ね、お互いの意見を認め合おうとかっていうところを超えた平和。だなってね。なるほど、うん。
というわけで、今日の内容いかがでしたか？夫婦仲良くを理系的に解説すると、奥さんも自分もスッカスカなんだよ。立体ホログラムぐらいスカスカなんだよっていう説明でしたね。で、スカスカ同士なんだから、もうめちゃめちゃ一緒だよってね。なんのこっちゃって思った人もいるかもしれないので、私がここからちょっとできるだけわかりやすく、文系の人にもわかりやすく補足説明してみますね。私たちのこの体、体は何でできてるかっていうとね、細胞でできてるなんて言われていますね。そして細胞は何でできてるのって言ったらね、分子でできてる。分子は何でできてるの？原子でできてる。原子って何でできてるの？いろいろ科学の時間に学びましたよね。そしてもっともっともっとミクロに見ていくと、私たちの正体は今のところ物理学では素粒子って言われています。そしてね、すべてのものがこの素粒子からスタートしてるんですよ。すべてのものっていうのはね、この肉体に関わらず、木、それからプラスチック、金属、地球というこの惑星、鉱物、太陽、その他もろもろ。この宇宙は何でできてる？原材料何？って聞かれたら、素粒子。そして、この素粒子はね、光の波でもあり、そして粒子にもなる。つまり物質にもなるっていう二つの性質を持っている。なので、私たちは光の波のままじゃなく、こういうふうにね、物質、物体になってますよね。でも光の波のままのものもありますよね。まさしく光とか熱とか、あと目に見えないものはそうですね。例えば音楽、音、音波。ね、目に見えないけども、その波が耳に届くと音楽が聞こえるんですよね。でも、まあともあれ、こんな感じで世の中の目に見えるもの、見えないもの、すべてが全部同じ材料でできてる。それは光の波、素粒子なんです。なので、私たちの本性は？って聞かれたら、光の集合体って言っても過言ではないんですよ。そしてね、なんと、これはね、顕微鏡でも見えないぐらいのサイズですけども、見てみるとね、素粒子、電子雲とかね、陽子、中性子とかいろいろあるんですけども、この粒と粒の間って、実はものすごい距離があって空間がある。なので、スッカスカなんだよって大山先生がね、100回以上言ってましたよね、きっとね、スカスカをね。それはね、そういう意味なの。なので、私たちってこんなにギュッてね、細胞が詰まってるように見えるでしょ？金属なんてね、叩いても割れないしガチガチじゃないですか。あんなに硬いのに、あんなに重たいのに、あれも、実を言うと、素粒子レベルで見ると、スッカスカ。つまりね、本当にね、私たちって立体ホログラムぐらいスカスカなんですよ。なので、ホログラム同士、スカスカ同士、よく似たもんじゃん。っていうかもうほぼ一緒じゃん。この宇宙を作っているすべての材料、一緒じゃん。だったら、なんで、あなたと私は価値観が違うの、生き方が違うの、なんていうことで、いがみ合うんだよ。この、どっちがいいか悪いか、どっちが正しいか間違ってるか、どうするべきなのか、どうするべきじゃないのか、どっちが優れてる、どっちが劣ってる、こういうような考え方を、陰陽二元論って言いますが、このね、三次元地球は、大体陰陽に分かれるんですよね。ところが大ちゃん先生は、そうじゃなくて、量子物理学的に見ることで、この意識の次元を高いところに持っていきましょう。視座を高くしましょうって言ってました。まあこれね、文系の人のために分かりやすく言うと、何かあなたがね、お仕事や家のことや人間関係か何かで、ものすごく深刻に悩んでいたとしましょうか。
でね、うーって悩んで、もうたまらん、辛いってなってる時に、どっかの本でね、いや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 、宇宙の外に出てから、宇宙から地球を眺めてごらん。そんな視座から地球を見てごらん。その地球の上にアリさんよりもちっこいサイズのね、人間が暮らしていて、そこで人間関係で揉めている。そして、この地球の歴史だけでも、ものすごい年数、何億年ってあるわけで、この何億年、何十億年の中で考えると、あなたの人生って短いよね。そんな中の今日の一日、そんな中のあの人との嫌な人間関係の悩みは、宇宙から見たらちっちゃいなーみたいな。こんなようなことをね、きっと今までの人生で、本か何かでね、あるいは誰か有名人が言っていたりとか、そういうような言葉からきっと聞きかじったことはどの人もあると思うんです。で、実際に本当に宇宙飛行士かなんかになったつもりで宇宙空間から地球を眺めた。そんな空想をした時に、なんかちょっと自分の悩みがちっぽけに思えたりとか、大したことないな。そんな風に思えた経験ありませんか？これがね、割と大ちゃん先生が言っていた、スカスカなんだからみんな一緒だよっていうのとも近いし、意識の次元を上げて、そこから善悪とか優劣とか、どっちが正しいの？どっちがどうするべきだったの？っていう、この陰陽二元の視点ではなくて、ジャッジを超えたところから起こっている出来事を俯瞰してみようよ。っていうような提案ですね。そしたら、私が思うにね、まあ文系的表現で言うと、お互い様とおかげ様っていうようなところにたどり着くような気がしています。そして、実際のところ私たちって本当にね、生かされて生きてるっていうのが真実だと思います。自分一人で生きてるつもりに、まあ若い頃の私は未熟だったんで、そう思っていた時期も長かったけどね。本当にね、食べ物一つ、自分で何もないところから作れてないし、着てるお洋服一枚、何もないところからなんかこう、綿花を紡いで糸にして、糸を旗織り機で折って、で裁断して縫って作った。こんなの一着もないし、そもそも綿花、だって、この地球に生えてきている綿の木なんで、それを自分が何もないところから生み出すこともできないんですよね。そう考えると、今まで私がおぎゃーと生まれてから、ずーっと国にしてきた食べ物飲み物は、私が作ったもの一つもない。そして、それをね、わざわざ私は海や川で魚釣ったりとかね、イノシシ追いかけて取ったりとかしてないんですよ。どこかの誰かがね、育ててくれたり、取りに行ってくれたり、それを調理してくれたり、流通してくれたり、そしてそれを私はスーパーで買ったり、飲食店で食べたり。それをやり続けた結果、今日も私の命は流れている。つまり、私が会ったこともない誰かが今日もその仕事をしてくれた、働いてくれた、スーパーでレジを打ってくれた、スーパーに商品並べてくれた。スーパーにトラックで運んでくれた。だから今日も空いてるスーパーに買いに行けた。私たちはそうやって多くの人の手を借りて、で、人だけじゃないですよね。森羅万象すべてのもの、太陽の光やお水やいろんなものの力を借りて今日も奇跡的に生きている。だから生かされて生きてるんだなぁ。このね、この視座で自分の人生を俯瞰することができたなら、そしてこういう人が多くなってくれば来るほど、さっき言ったように、どっちが正しいのか、どっちが間違ってるのか、どっちが加害者で、どっちが被害者なのか、こういうね、陰陽二元のところで争うっていう次元から意識が解放されます。その時に、大ちゃん先生言ってましたね。
この地球からその時には戦争がなくなる。それは霊気協会の理事長をやってる私も同じ志でね。一人でも多く自分がまずご機嫌に納得の人生を生きる。そしてね、最初の方に言った通り、私たちの本質、本性は光の波、光の集合体なんですよね。ああ、私って光だった。そこにね、怒りや憎しみやいろんなものないんですよ。嫉妬もないしね。あなたの本質部分は光、そして愛、調和、癒し。こんなような種類のものしかありません。そしてね、これがね、連綿と続いてるんですよね。実を言うと。私たちってここまでが自分って思いながら日々生きてるけど、本当は量子力学的に見ると違う。ここの先のこの空間、空間ともつながっているし、空間の先に、今目の前にはパソコンがあるんですけどね。このパソコン、プラスチックともつながっているし、その向こうにはウェブカメラがある。カメラのスタンドがある。この金属ともつながっているし、天井を見上げたら、この空間、窒素や酸素がいろいろあるけど、他にもいっぱい光の波が充満していてね、これをゼロポイントフィールドって言うんだけども、で、天井があるでしょ。で、天井もつながっていて、天井の先の屋根もつながっていて、屋根の先の、うん、今は夜なんで、宇宙空間もつながっていてね、大気圏の外までつながっていて、その向こうにあるお月様までつながってるんですよ。しかも、これら、今言ったすべてが同じ原材料でできている。なのでね、これをね、ワンネスって言ったりしますね。そう、今画面の向こうで、私のこのトークを聞いてくださってる、あなたと私も、実を言うとそうやってね、ずっと辿っていったらね、つながっちゃってるんですよね。そしてあなたも月とも火星とも木星ともつながっているし、私たち全員今お部屋の中にいるとしてもね、お部屋も含め地球の一部に存在しており、それは宇宙空間の一部でもありますよね。そういうことなんですよね。だからね、この宇宙的な感覚を持って、私たちスカスカだし、みんな光の波だし、同じなんだなっていうところにたどり着けたときにね、一つのものが二つに分かれて争う必要さえないですよね。だからそういう争いの意識から抜けられる。エゴ、私たちの肉体を保存し、ながらえさせる。命をながらえるためにくっついている本能。本能から来る欲。お腹減ってる。はあ、目の前に誰かの食べ物がある。盗んででも食べたい。一週間食べてないから、みたいなね。考えるより先に食べちゃった。これがエゴですけど、このエゴってね、この肉体に付随しているもので、そして大ちゃん先生は、この肉体さえも、立体ホログラムぐらいにスカスカなんだよっていうのをね、100回ぐらい言ってたっていうことです。はい。解説長くなっちゃいましたけど、ちょっとこの理系が苦手な人でも、なんとなく、おお、わかったかもしれんっていう人がいてくれたら嬉しいな、まあ、そんなつもりでね、この動画作ってます。というわけで、今日はここまでで終わりますが、本当に見てくださってめちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。この動画なかなか面白かったよっていう人は、よかったらチャンネル登録していただけると私とっても励みになります。それからね、いいねも嬉しいですしね、コメントも嬉しいです。あとはね、お友達とかでこのお話とかが役に立ちそうな人、好きそうな人、おられたら、よかったらシェアしていただけるととても嬉しいです。なぜなら、私も大ちゃん先生も、自分らしく、自分は光なんだって思いながら生きる人、そして自分はスカスカなんだ、ああ、みんなと一緒なんだ、そして繋がってる、孤独じゃなかったって思いながら生きる人、今よりも人生を充実して
楽しく納得しながら軽やかに生きる人、天命を生きる人、こういう人をね、増やしたいんだよな。そのために動画作ってますから。だから、シェアしていただけるととっても嬉しいです。じゃあ今日はこれで終わりますね。今寂しい人、孤独な人、ちょっと落ち込んでる人、大丈夫ですよ。変わらない明日はないです。これも宇宙法則の一つです。変わらない明日なんてないんです。だから大丈夫です。じゃあ応援を込めてこれで終わります。またお会いしましょう。さよなら。